ちはデリシキッチンです。今回は炊飯器で作る豚丼を紹介します。まず豚バラ肉 100g を食べやすい大きさに切り、それをアルミホイルの上に乗せ、角をつまんでお皿状にしたら、砂糖大さじ1/2、酒大さじ1/2、醤油大さじ1、みりん大さじ1/2を加えてアルミホイルを包んで閉じます。そうしましたら炊飯器に 0.7 合のお米 150g の水を入れ、上に先ほどのアルミホイルを乗せて通常通り炊飯します。最後に入れたら汁をかけたら完成です。以上、デリキッチンでした。